遊んでいる場合じゃあるまいに。お前だってさっさとこの場を退散しないと危ういぞ。それとも逃げる獲物を前にして追いかけなくては気が済まないのか。やれやれ、君というやつはつくづく性根から猟犬なのか。新しい軍閥を作ろうなんてほざいてる野郎を野放しにしておけるか。あんなざれ言を真に受けてどうする。そもそも君が手を下さずとも遠からず破滅する男だろうに。何がそこまで君を駆り立てる。正義感。違うな、あんな奴はこの世界に5万といる。奴一人を仕留めたところで何一つ変わらない。それでも君は命を懸けてまで奴を追う。その執念は何なんだ。死人はもう黙ってろ。君は悪霊に取り憑かれている。この王国の西の方ではね、死者を葬るとき死体の腰の骨を斧で折るんだそうだ。死者はこの世に未練がある場合、ロロンという悪霊になってしまう。それを防ぐために骨を折るんだとか。悪霊とは過去のことだ。未来からやってくる悪霊はいない。君は復讐を望んだ。それは死者のために生きるという選択だ。そして君は復讐を果たし、日本にいられなくなった。僕を殺したために生きている君が振り回されている。死んだ人間に支配されて生きること、それはつまり悪霊に取り憑かれているということ。過去が全て悪霊ってわけじゃないだろう。そうだね、鴻上信也。この国の人々にとって死ぬことは輪廻の一部でしかない。キリスト教ならば死は食材の一部だ。鴻上信也、もしかして悪霊は君自身なんじゃないか。自分が死んだことにも気づかず現世をさまよい、戦いの地獄に落ちていく。いいや、俺はそうはならない。マキシマ。